チーフテンは、イギリスで開発された第二次世界大戦後、第二世代の主力戦車。チーフテンは、属長もしくは、州長の意味で、イギリスで、チーフティンといった場合、特に、スコットランド高知氏族をはじめとする、大英帝国霊下の属長や州長を指す。チーフテンは、主力戦車であるセンチュリオンと、その支援用銃戦車コンカラーの両者を、 統合するという目的で開発が始まった。冷戦が激化する中、西側諸国の戦車は、対戦車ミサイルや、不評用携帯対戦車火器の発達により、走行防御力を強化するより、機動力を高めて、攻撃を回避する方が得策であるという、設計思想のもとに開発されるものが多数を占めていた。そのような潮流の中、イギリス陸軍は、走行防御力を犠牲にして、 機動力を強化する思想には、かつての巡航戦車の失敗から回帰的であったため、乗員保護の観点から、チーフテンには、かなりの重装甲を持たせた。手法も、コンカラーの 120mm 戦車砲を搭載することが要求されたが、巨大すぎて搭載が難しかったため、新型の L11120mm 戦車砲を搭載した。この砲は、 分離弾薬方式で弾頭と創薬が分離しており、装填手の負担を軽減するように配慮されていたが、結果として砲弾の発射速度が通常6発、分に低下してしまった。サスペンションはセンチュリオンと同じホルストマン方式のものを採用し、整備性と実用性を重視していた。エンジンは L60 対抗ピストン式6気筒、多燃料液レイディーゼルエンジンを搭載していたが、 このエンジンは構造が複雑で信頼性に欠けていたため、後の改良で一般的なディーゼルエンジンに換装された。チーフ店は1963年から本格的に生産が開始され、改良を続けながら1970年代初頭まで量産された。その後も走行や下器完成装置の改良が加えられ、後継のチャレンジャー1が登場するまで、ナトー軍の 第一戦で運用された。g ー f 1 0は出現当初、時代の潮流とは異なる重戦車的な性格が強い、戦車であったために注目を集め、ソビエト連邦軍は g ー f 1 0の攻撃力と防御力の高さを非常に恐れていたという。特に冷戦期な当軍の一員として、西ドイツに駐屯するイギリス陸軍ライン軍団にセンチュリオンから更新配備された本社は、 十分な抑止力として機能した。チーフ店はイラン、ヨルダン、オマーン、クウェートなどの中東諸国に採用された。イラン使用者であるシール1は後にチャレンジャー1開発にシフトされるシール2計画の開発ベースにもなった。シール1はもともとイスラエルとの間で共同開発を決めて契約したが、イギリスの中東政策の変更で契約は保護にされ、 試験購入された2両以外は導入されなかった。この後、イスラエルは主力戦車の独自開発を行い、本社と同様の設計思想の下にエンジンを前方に配置するなど、本社以上に乗員の生存性を重視したメルカバを誕生させた。イランの出資により開発が続けられたシール1は、イラン革命により契約がキャンセルされ、結局はヨルダンがハリドとして採用した。 イラン軍のチーフテンは、イラン・イラク戦争にて、アメリカ製の M48 パットンや M60 パットンなどとともに、イラク軍の T-54、T-55、T-62、T-72 などと交戦した。当時最新鋭の T-72 が使用するアップフスズに対して、通常走行では防御できず多数撃破され大敗を喫した。 防衛に転じたイラク軍は平地を冠水させて、湿地化するという戦法を採用し、イラン軍のチーフ店はその重量のために苦戦することとなった。この時、複数のチーフ店が六角され、イラク軍によって使用された。また、1990年8月2日に、イラクがクウェートに侵攻した際には、クウェート軍がイラクの侵攻に対する準備を整えていなかったため、 クウェート軍のチーフ店は全く活躍できず、大半がイラクに露獲された。クウェート侵攻の翌年の湾岸戦争において、これらの元イラン軍及び、クウェート軍のチーフ店は大半が破壊された。チーフ店採用国、ありがとうございます。